はい、埋まりました。ありがとうございます。今22時15分になったところです。リーフのグレイテストヒッツバスケットボールのグループブレイクで、ドラフト8位9位10位には補填で、ナショナルの VIP パッケージの、パスですね、これ一応コレクターアイテムに一応なってるみたいです。はい、まあでも、はい、手帳いらないんでね、いただいた分全部、はい、プレゼントしちゃいます。で、各ね、グレテストヒッツに対して 3つプレゼントしております。今回は、番号をつけちゃった方がいいですね、初めにね。よいしょ。ドラフト8位がじゃあ伸びにしましょうかね。抽選でドラフト8位に なりましたら伸びのパス、9位が、ラビンのプリズムで、10位がマユユで、お願いいたします。はい、よいしょ、3つですね。はい、じゃあ抽選しますね。抽選してから開封です。サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズです。まあ、1と1の2は振り直し。よいしょ。はい、2と5で7回ですね。はい、いきます。7回抽選。1、2、3、4、5、6。で、次7回目、正のポチ。はい、7回目、なっております。ドラフト1位は YM さん。おめでとうございます。ドラフト1位は YM さんです。891。よいしょ。はい、グレイテストヒッツの通算3回目ですね。はい、ドラフト1位 YM さんです。おめでとうございます。はい、野球で惨敗だったんでバスケで1位取りました。はい、ドラフト2位コンさん。ドラフト3位、PROF さん、プロフさんですかね。ドラフト4位が SHR さん。ドラフト5位セッキーさん。ドラフト6位 KR236 さん。ドラフト7位コンさん。ドラフト8位タカチさん。ドラフト9位 YM さん。ドラフト10位が TKN さんとなります。ドラフト8位の高橋さんが伸びのパス、これオプティックですね。はい、ゴールドビップのパスです。で、ドラフト9位が YM さんがラビンプリズムで、ドラフト10位 TKN さんがアンソニー・デイビスのパスですね。はい、パニーニのパスで、あの、ネックストラップもパニーニパニーニって書いてあるね。はい、ネックストラップをつけてお送りします。はい、じゃあ行きます。で、ドラフトリストは選手名で記載してください。10枚しかないんでね。まあ11の場合もありますけど、枚数が少ないんで、選手名で記載してください。はい、はい、はい、じゃあ一つ目いきますね。はい、せーの、はい、はい、ボールの、さっき教えてくれたな、どっちでしたっけ、こっちが三男かね。三男がちょっと結構いいんじゃないかって言われてるんでしたっけ。はい、オンカードですからね。まあ2年後、来年どっちでしょうか。はい、で次はもうレジェンドですけどいいんじゃないですかね。オスカー・ロバートソンです。ナショトレのオンカード4の10。はい、バイバック1個目、バイバック2個目はグレーディング9点のズラ。はい、9点のズラですね。トータル差し場合のオンカードです。でしかも25枚限定のようですね。はい、だったらいいんじゃないでしょうか。デュラントの9オンカード25枚限定です。はい、で次、
あ、これもまあ、値段はつきますね。はい。ヤニスのプリズムの 9.5。200ちょいはいくんじゃないですか。今どうですかね。25ぐらいいくかな。ねえ、結構いきますよね、これもね。200ぐらい。うん。どうでしょう。オール 9.5 の 9.5 です。はい。で、ラストだから、バイバックは4枚パターンでしたが、ロドマンのルーキーのジェムテン。これは結構いきますね。しますよ。はい、ジェムテンです。ロドマンのルーキー。おー。ちょっと気持ち右行ってるかなっていう気はするんですけどね。まあ PSA さんですから。でもまあ、ジェムテンついちゃえば、もうこっちのもんですよ。っていう感じではないでしょうか。はい。で、二つ目。バイバック4つと、ボールでした。はい。おお、こっちもあるんだ。これが次男ねえ。しかもこれ、金じゃないの。バリアントの金。あ、オンカードなんだ。さっきクズマはステッカーでしたけど。おお、10シリ5番。これはどうでしょう。うん。プライス的に勝負に出るか、これを取りに行くか。ゴールドですね。うん。金オートでオンカードは。ねえ、どうでしょう、皆さん。はい。よいしょ。三連単当てに行くようなもんですね。で、フローレスのジェリーウエストの、これは金かな ?25 の20。で、次は、グレーディング。よいしょ。おー、ラリーバードの最後タイムだ。1011ですね。BJS9、オートは10。はい。2枚目。で、3枚目は、おー、8586スター。ドミニクですね。8586ルーキーイヤー。カードだとなってると思います。確かドミニク9はなかなかいいですね。 8.5 が1個もないです。 9.5 99いいと思います。まあ、ジョーダンの9だったらすごいですけどね。で、次がそこかな。グレーディングです。よいしょ。はい。まあ見えちゃってますけどね。はい、からですね、カリのフローレスです。これはいい。4の20。はい。これは何のやつだろうな。1314か。1314のフローレス。カリーです。1314もね、ドカーンって人気来ちゃったらもう4000ドル超えてますもんね、今ね、ケースね。4500ドルぐらいしてるのかな。はい。カリー。ということで、ヴィンテージが2枚。あと、ヤニスは、まあ、プリズムですけど、9.5 で値段はついてますんで、全然マシだと思います。これをどう見るか。ですね。これを、eBay とかどのくらいなんですかね。全然見てないんでわかんないですけど。一応、金オートですからね。ファーストオートの金オート。はい。で、まあ、これでしょうかね。ね、カリーですからね。はい。時書かなくなるんじゃないかですね。はい。で、ドラフトリストに関しては、選手名で記載してください。今回も同じ選手が2つ入ってたことはないので。はい。ボール兄弟は、ラメロと、リアンジェロですかね。リアンジェロかラメロ。ラメロか。と記載してください。はい。バイバック4枚、4枚ですね。1、2、3、4、5、6、8。で、合計10枚でした。ですので、1枚ずつですね。なので、一番お手間なのは9位の YM さんは9位まで、9枚選んでください。で、メールしてください。8位の高橋さんは8つですね。まあ、店長の番号順とか、あれね、残り物でいい方とか。
書いていただければと思います。はい。まあ1位はカリかなとかね、思いますけどね。あとデュラント、オスカー・ロバートソンとかね、あの辺ですかね。まあカリがフローレスでしたからね、これがシールオートだったら、うん、他の方にも傾くかなという気がしますけど。あとまあロドマンのジェムテンがどのくらいするかですね。最近ヴィンテージ系が結構総じてかなり上がってきてますね。はい、じゃあ、3回目のグレーテストヒッツ、これで終わります。でグレーテストヒッツはあと1回ぐらいだと思います。はい、一応ホームページの方は次のに変えてありますんで、ぜひまたご注文ください。パスのねあれがね3個ずつつけてるんで、そんなにもうないんであるだけやろうかなと思ってますけどね。はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。